じゃあ、バイオリンの手入れをするときに必要なものを見ていきましょう。まず最初に必要なのが、こういうきめの細かい、割とこう、柔らかい生地の布ですね。それから、こういうポリッシュ、弦楽器用のポリッシュがいります。それで、これは脱脂綿で、これはキッチンペーパーなんですけども、まあ別にどっちでもいいと思います。それで、これは消毒用のアルコール、消毒用エタノールとか、掃除用エタノールとか、そんなんでも構いません。で、綿棒。それから、これは調理前の生米ですね。まあ、以上ですね。それでは実際に楽器をきれいにしていきましょう。まずこの布ですけども、この布はいつも楽器のケースに入れといてください。それで、毎日練習が終わった時に、こうやって弦を少し、ね、拭いてあげて、この楽器のちょうどこのね、弦、あの松ヤニが落ちるとこがあるでしょ、楽器に。この辺を特にこうちゃんとこう、きれいにして、この指板のね、ここもこういうふうに拭いて、まあ、こうやって横に、下にこうスライドさせて、こうやってもいいですし、この辺をこうやってきれいにするのもいいですし、この下もね。それからこの、コマの下ですか、この辺り。ここに、松ヤニに溜まりますので。それで、綿棒があれば、こう綿棒なんかでこうやって、この F 字工のところをこうやってやったら、割とこう、F 字工が綺麗になります。ここは布がちょっと入りにくいところなんで、まあ、これは日頃からの掃除というかメンテナンスですね。それで、もうちょっとこうきちっときれいにしたいという時にポリッシュを使います。で、ポリッシュ使う時に違う布を使った方が多分いいと思うんです。僕はちょっと面倒くさいんでそんなことしませんけども、じゃないと松ヤニがこう楽器にこびりつくっていう人もいらっしゃいますので、まあ、そういう方は違う布を使ってください。僕は同じのを使います。それでこのポリッシュを布にこうつけますね。ちょっとこうやって、僕はだいたい3回ぐらいつけます。それでちょっとこう布になじませて、そうしてからこうやって楽器の上にちょっとこう塗っていくようにね。あんまり力かけないようにしてください。特に F 字工のあたりなんていうのは弱いんで、あんまり押さえつけると木が割れます。まあ、割とこう、軽い程度でいいんです、これは。で、こうやってまあ、このポリッシュを伸ばして、全部伸びたかなと思ったところぐらいで、こう、またこう、ちょっと違う、ね、乾いたところで拭いてください。そうすれば、きれいになります。ここもこうやって、こういう感じですね。ポリッシュですけども、いろんな会社のポリッシュがあります。僕は普段はイギリスのヒルっていう会社のポリッシュを使ってるんですけども、これは違いますけども、それで結局この楽器にはニスが塗ってるところと塗ってないところがありますね。だからニスが塗ってるところはこういうポリッシュを
使って、きれいにします。それでニスのかかってないところはこれを使ってきれいにします。これで消毒にもなりますから。で、綿棒じゃない脱脂綿でもいいですし、まあキッチンペーパーでもいいと思います。トイレットペーパーはダメです。トイレットペーパーはやっぱりこうボロボロになりますので。じゃあ指板をこのアルコールで消毒してきれいにします。この時に重要なことがあるんですけども、アルコールはニスに当たるとニスがもう一瞬で溶けます。ですからアルコール使う時も随分注意してください。で絶対にアルコールが楽器の本体につかないように、ニスのあるところにつかないように。で僕は指板をきれいにするときはいつもこうやって布を楽器の上にこう入れます。指板と楽器の間に。それで脱脂綿なんかを使ってこれもそんな力入れなくて結構です。軽くこうやって拭けば指板はきれいになります。弦もこうやってアルコールできれいにできます。まあ、コマもミュートいっぱい使う人はここはね黒くなったりしますから、そんなんこうやってアルコールで拭けば割ときれいになります。でまあこんな感じですね。あんまり指板をきれい掃除しない人はここの辺がもう真っ黒になる時があります。じゃあ次にきれいにするのはチンレスト、アゴアテですね。これもこうやって布を挟んで、もしも手が滑ってもニスには影響がないようにこういう感じでね。それでアゴ当てを掃除します。特に夏場は汗かいたりしますんで、そうですね、僕は夏場は1週間に1回はこれしますね。それからテールピースもニスついてませんので、これもアルコールできれいにして大丈夫です。とにかくニスのついてないところはアルコールできれいにできます。でこの辺はやっぱりちょっと特に気をつけて、これもあんまりゴシゴシすると手が滑ったりしますので気をつけながら、でまあこの辺もまあ気をつければ、ね、ニスに当たらないように本当に気をつけてすれば大丈夫ですね。まあそういう感じで本体をこのポリッシュで全部きれいにできますし、アゴ当て、指板、弦はアルコールで消毒できます。それで生米ですけども、これは楽器の中にホコリが溜まることがあります。それでこう ちっちゃいこうな玉みたいなボールみたいになって、こうそれが弾くときに震えてブルルルルってなるんですね。だからそういうときにちょっとこうお米を少しこの F 字孔の中に入れて、これぐらいでいいかな、それでこうやって楽器をこうやって上下に振ってあげるんですね。で振った後にこうやって出すと、ほこりが見るかな、
ほこりがお米と一緒に出てくるということになります。 OK、 これで全部お米が出ました。それでたまにほこりがこうちょっとこうつっかえてるっていうことがあるんです。そういう時にまた綿棒なんかでこうやって引っ張り出してあげるとほこりが出てくるっていうことがよくあります。こういう感じで、うん、それで弓も同じようにポリッシュで、弓はバーニス、ニスかかってますからポリッシュでこの本体と同じようにきれいにできます。まあこうやって、たまにね、きれいに掃除してあげると気持ちいいですしね。バイオリンもきっと喜んでると思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。